こんにちは。こんにちは。11月の18日から23日にかけて、今年も金沢に、展示と販売をしに行くことになりました。はい。ここで18、19、20で金沢駅でバイトをやるんですけども、そこで出す心拍。はい。いっぱい素材があるので、まあ、せっかくならこれを使って一個仕立ててみたいなっていうのと、あとは9さんの鉢も持ってくるんですよね。まあ多少は。多少は。はい。まあ、これは売らないかもしれないんですけど、こういう木をこの鉢に入れたらこうなりますよみたいな動画ができればなと思います。はい。なので今日はあんまりこの幹だと針金もかけなくても十分なので、剪定をして、この鉢に植えて、まあ、盆栽にしていきたいなと思います。はい。まだ素材ですからね。もうなんか初心に帰ったような動画ですね。そうですね。もうせっかく北陸に行くということで、そっちの方にもこういうの楽しんでいただきたいなと思いまして、こういう動画を撮りました。撮ります。撮ります。はい。はい。まず、この心拍の説明をしていきたいと思います。これは、ポット内である、いつも、当時園では仕入れてるやつなんですけど、はい、糸魚川心拍ですね。で、糸魚川の中でもすごい細かい破傷のやつ。で、振りが、振りって言って、幹の曲がりですね。がちゃんとあるような木で、うん、まあ、仕立てるんであれば模様木が一番ベターな木ですかね。で、枝もしっかりありますので、この枝を生かした、今回は模様木を作っていきたいなと思います。はい。で、あと、この鉢の説明ですね。これは、正関さんのところで、Q さんが作った。まあまあ、型鉢にいろんなものくっつけてるだけ。歯車とか、いっぱいついてます。かわいいですね。盆栽球の、はい、落款が入ってます。入ってます。これと同じようなのは持ってかないかな。持ってく。持ってく、うん、でも数はないんですよね。多分ね。買い物勝ちということで、はい。はい。そこにも売ってます。はい、売ってますっていう。なので、これをこういうふうに。ちょっと鉢はでかいんですけど、でかいですよね、あの冬場なので少し鉢は緩めに入れてあげて、はい、あんまり根っこは切らずに植えられたらなと思ってるので、こういう深いやつに入れたいと思います、はい、まず木を見てどこを正面にするかって決めないといけないですね。でぐるぐるっと回した時に、まず1個は木の模様が一番見えるところっていうの、まあここが一番見えますかね。こうぐるぐるっとしてて、はい、もう1個ここ、はい、ここは見えそうな雰囲気ですよね。でこの辺の葉っぱがなくなると見えてくるんですよ、幹が。実際こっちとこっちだと、この枝の向きがですね、裏に行っちゃってるんですね。こっちだと後ろに向かって生えてるってことですね。後ろに向かって行っちゃってるんですね、うん、逆にこっちは前に向かって来てる、はい、まあ、これを比べた時にやっぱり前に枝が来ている方が正面にしやすくて綺麗なので、うん、今回はここを正面として、はい、作っていきたいなと思います。しっかり裏の枝もありますので、裏枝がないじゃないかっていうのは、ね、久しぶりなものですよ。説明が寒い、うん、寒いしね、はい、じゃあ早速剪定していきたいと思います。はい。ただ剪定といってもそんなに難しいことはなくてですね、まずこの枝を見ていきたいんです。枝がここに1個あります、はい、ここにも枝があります、うん、ここにも枝があります、ここにも枝がありますということで、上に行く枝一つ一つからこう出てる下っ端っていうんですけど、はい、下向きに生えた葉っぱをもう単純に取っていきます、うん、それだけでもだいぶ枝ってしっかり見えてくるんですよね、はい、まあ、こういう感じになりました。これだけでも棚っていうんですけど、うん、枝の棚ができたことによって、まあ、整ったような感じ、綺麗な感じが出てきたと思います、うん。枝の下側から生えてる枝を抜いた葉っぱかな、葉っぱを抜いただけ、はい、で、もう一個ここにビョッと伸びたやつ、うん、葉っぱですね。これ徒長枝とかって言うんですけど、はい、要は新芽が伸びた様子です。でこれを伸ばしておくとどん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 長くなって、枝も太くなってくるんですけど、逆に伸ばしすぎるとこの幹に対してこの葉っぱの長さが長すぎちゃって、うん、ちょっとやっぱアンバランスに見えちゃってね、はい、なのでこの新芽もバランスを見ながら短くしてあげるとトータルとして綺麗に見える、はい、であとここにこのような下から生えたようなちっちゃいやつ、こういうのはまあ胴吹きって言って木の途中から新芽が出てきた様子なんですけど、この木に対してここの胴吹きっていうのはいかんせんちょっと下すぎるんですね。なのでこういうのはちょっといらないかなと。
はい、こういう感じ。で次、ここの徒長枝のところですね、はい、ここはなんとなく輪郭を作ってあげればいいんです。丸っこいのでいいので、でここから逸脱してるようなこういう葉っぱはこの上で切っちゃう、切っちゃう、これでも切っちゃう。心拍を剪定するときなんですけど、初心者的な話になりますけど、この葉っぱを全部ハサミでつるべろしって切ってしまうと、うん、ここの部分が全部茶色になってしまうんです。はい、そうすると見栄えも悪いですし、樹勢も落とします。樹勢っていうのは木の、まあ、力強さですね、うん、勢いというか。理想はこう葉っぱがあった時にこうやって切るんじゃなくて、例えばここでいらないなと思った時にはこの軸だけを切る、うん、そうすると傷口が1個しかないので、ここだけ茶色になって、でまたここから脇からって、でまたちょっと長いなって思うんだったら手で取ってあげた方が無難かもしれない。心拍の葉っぱっていうのはちょっと見えるか分かんないんですけど、鱗片葉っていってロケット鉛筆みたいな感じで、はい、こう鱗みたいなのが重なってる状態なんですよ。なのでハサミで切るとそのこういうところも全部切っちゃう。なので一番優しいのはこのロケット鉛筆の先を竹だけ抜くような感じで、はい、葉っぱだけ抜くと、うん、そうするとこうやってなんか袴みたいなのついてる、わかります？わかんないな。わかるわかるわかる、うん、これが一番、まあ、心拍のためにも、まあ、見た目のためにもいい、はい、いい方法です。ただこれっていうのは太い枝でやってしまうと枝ごと抜けちゃったりとか、うん、幹に傷がついちゃったりとか、そのまま形成数がビーって下まで行っちゃったりとか、そういう恐れもあるので、基本的には若い本当柔らかい葉っぱだけでやるようにします。幹をやるときは基本的にはさっきのようにハサミで軸だけ切る方が無難ですね。はい、ということを踏まえながら下の方から、まあ基本上からなんですけど、うん、この木の場合は下の枝が、できてる状態なので、うん、針金かけ同様下から決めていきたいと思います。こういうところですね、要は下っ端っていうのというのはハサミで切ったりとか手で取ったりとか、このどちらでもいいですので、どん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 取ってあげてください。そうすることによって木が綺麗に見えます。あともう一点、枝の懐っていうんですけど、うん、まあ、内側のところですね、そこに葉っぱがそこからいっぱい出てくると出てると思うんですけど、これもある程度少し取ってあげると枝が綺麗に見えます。例えばこういうところも今この枯れた葉っぱとか新しい葉っぱとか少しだけ取ってあげると枝がすっきりしますね。まあ、見た目の話なんですけど、こういうのを全部の枝でやってあげると、まあ、中が透けてですね、枝もしっかり綺麗に見えます。こういうところもまた長かったらこういうハサミ取っていってということを全体的にこの心拍の素材ではやっていきたいと思います。はい、いつも見てくださってる方にはつまんないかもしれないですけど、うん、まあね、初心に帰りましょう。はい、であと初心者が一番始めるにおすすめの木も心拍の心拍ですね。でプラスで、はい、まあ金沢ではもうオーバー終わっちゃってるとは思うんですけど、ワークショップをやるんです、はい、無料の。でその時もこの心拍の素材使います。なので、まあ、もし、まあ、外国の方も結構参加するワークショップなので、うん、もし日本の方でこの席どうやったらいいか分かんないって方はこの動画を見ていただいてもいいかなと。そうですね、はい、その案内はしようかな。だから育っても一緒ってことですよね。そうです、うん、今やってるだけでこれが1年後また同じ状況になるかもしれない、うん、その場合どうしたらいいかっていうのを、まあ、この動画でできたらなと思います、うん、はい、あとはちょっと軽く1本2本ぐらい針金かけてあげるとこうなりますよっていうのもやってみたいと思います、はいはい、こんな感じで、剪定が終わりました。ちょっと上向きになってる枝が2本あって、あとこの辺の裏枝の方にちょっとこいつも持ってってあげたらいいのかなと思うんで、この2本かけて細かいこいつとこいつをかけていきたいと思います。で使う針金はだいたいこれだと、まあ、1.5 か 1.8 ぐらいでいいんですけど、はい、アルミ線は曲げる枝の倍ぐらい、3分の2、3分の2ぐらい。ちょっと、距離、枝と枝に距離があるので、このまま両方かけてしまうとうまくかからないので、一周ちょっと幹にかけていきたいと思います。一周幹をくるっと回して、そうですね、かけないと効きにくいってことですね。はい、
で針金かけるときはこの葉っぱの間に入れてあげるといいかもしれないですね、噛まないように。そう、入ってもいいんですけど見栄えも悪いし、そこの葉っぱでだん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 枯れて弱っていっちゃうのでもったいないですね。ちょうどこう間を縫うような感じでやってあげるといいですね。盆栽らしい姿にしていきます。次はちょっとこういうちっちゃいやつですねをやっていきます。ちょっと色違うんですけど、色が違う、これもアルミ線ですんで、はい、これは左流れですね。はい、盆栽には流れってのがありまして、はい、まあ、どっちに風が吹いてるかっていうことなんですけど、要は、はい、この木の場合は、一番下の枝が長く皆さんから見て左に向いてるので、こっちから強い風がふーって吹いてるような、そういう状況を作っているサマーですね。だから一番下の枝のが向いてる方がそっちの流れになるっていうのがよくある形ですよね。そうですね。そうじゃない場合もあります。もあります、ね、頭の向きだったりとか、うん、それによって変わってくるんですけど、まず盆栽を見るときに、あ、この木はどっちから風が吹いてんだなって自分なりに考えてみると楽しい見方かなと思います。もし近くにいるんであれば、この木ってどっちから風が吹いてるんですか、どっち流れですかって聞いてもらえると、の盆栽も楽しめるんじゃないかなと思いますね。ですね、答え合わせができると、うん、でもまず第一感で自分はどう思うかっていうのが重要かなと思います。はい、第一感っていうのに引っかかっちゃいましたけど、何ですか、あと分かんない、直感、直感、第一印象、第一感って言わない、第一感、また俺が造語第一感、直感と第一印象が混ざってるよね、多分ね。ああ、ここで気づけてよかったんだから。第一感ありますよってコメントお待ちしてます。第六感、六感は聞くよね、それだシックスセンスじゃん、それだ、幽霊見えちゃうやつだ、それだ、第六感だ。はい、こんな感じですかね。枝を下げた、枝を下げました。ちょっとこの辺から裏枝が見えるような、でここに隙間があることによってより流れが強調できるんです。でそこの隙間を埋めるための裏枝ってことですね、はい、はい、ちょっと裏に見えてるっていうのがやっぱり奥行き感が出て立体的に見えるポイントですね。なるほど、こういう感じでいきました、はい、じゃあこれを植え替えしていきたい、植え替えしていきたいと思います、はい、じゃあ鉢の準備、はい、この字で止める、この字で2つ穴なので、うん、穴に入れて反対側から出して、ま、両サイドに開きます、はい、そうすると網が固定できました。もう出た、三島さん、三島さん、昼間さん、これいい、あ、ベンツじゃないですか、ベンツそういうことあ、違う違う違う、え、かっこいいじゃないですか、これほら、これボルボ違う違う、ボルトじゃなくてかっこいいボルト、ボルト、はい、ということで、はい、網の準備ができました。はい、で止めるのはさっき使ったこの細いやつでいいかなと思うので、この際は止めるんですか、木を止める、そう、止めます。木を針金で止めていた方が、あの根っこのやっぱり成長度合いというかが違うので、あとはそれは木が動かないからってこと？そう、根が動かないからか、根が動かない、安定できる、あとは単純に倒れた時とか風が強い日とか、そういうのに気がつかないで、鉢と木が離れ離れにならないようにできるということです。じゃあこの2本の針金を裏から入れます。準備ができたんですけども、どっちを正面にしましょう、どっちがいいかな、落ち着いてるのはねこっちですけどね、うん、まあでも魅力抜群みたいな、うん、まあ、こっちですよね、こっちがいいかな、こっち、大小あるし ね、はい、ね、いろいろバリエーションが飛んでるんで、うん、こっちします、はい、根っこさばいていきます、はい、じゃあ黒いポットから外します。でさあ、ドローがこういうポットの形をしております。これ園芸でよく言うんですけど、根鉢っていう状態ですね。これをほぐしてここに入れるという感じなんですけど、はい、単純に今一回入れてみると
こんだけ出てしまいます、うん、この分最低でも下げないといけないわけです、はい、見てみるとここの下に根っこがいっぱいあります、はい、上ちょっと泥っぽいです、うん、その差っていうのはプラスチックの鉢の性質にあるみたいで、上の方には根っこが張りにくいって性質があるんですね。だから上はちょっと泥っぽいのでまず上の方からどれだけ下げられるかっていうのをやってみたいと思います。ほらポロポロって全然根っこがないですよね上はね、はい、植え替えの時期なんですか今は。今は適期ではないですね。なのであまり根っこは切らないように、うん、優しく、土を落として新しい土に植え替えるっていう感じでやっていきたいと思います。ただちょっとね下の方も取らないとこの中に入りませんので下の方も取っていって、まあ、優しくですね。本来は春、春先がいいかもしれない、まあ、秋口ぐらいでもいいんですけど普段は春じゃないかなと、うん、心拍強いんで、はい、多少はやろうと思えば一年中できるっちゃできる。そうですね。あとは特に北陸の方とか、はいはい、寒い地域の方だと、まあ、関東でもそうなんですけどこういう木はあの冬場だと夜は家の中にしまっといた方がいいかもしれない。家の中では玄関の中というか、うん、あんまり暖房の効いてないでも氷点下にならない、うん、そういう場所に入れといてあげるといいかもしれない。で朝日光が出てきたらまた外に出してとか、うん、という感じでいいと思います。凍っちゃうとあんま良くないのかな。じゃあ土が氷とあと風とかですかね、うん、冷たい風だとね。そうこんな感じになりました、はい、でこの中にですねちょっと太くて長い根っこがいくつかあります。それだけちょっと切ってあげたいと思います。例えばで言うとこの辺とか、うん、この辺とかこうやって細くて長いやつ、はい、こんだけ中に根っこがある状態だとこういう長いやつを切っても全然問題ありませんので、うん、あとこいつだけ取ってあげようかな。はい、こんな感じでいいと思います。じゃあもう一回入れてみましょう。こんな感じになりました、うん、はい、じゃあ植え付けていきたいと思います。じゃあ最初にまず少し粗めの土ですね、はい、まあ一応盆栽の中では小粒になるんですけどこれにしてちょっと大きめの、これは何で入れるかっていうと水はけですね、はい、水はけを良くするために入れます。でその次この赤玉土の極小ってやつですね、これもちょっと入れます。ここが正面でこれもここが正面、うん、もっとここを合わせて入れてあげます、はい、これ植える位置は真ん中ですか。ちょっと正面に見せていいですか、はい、この木の場合は皆さんから見て左流れで若干ですね植え付きを右に持ってたり、はい、そうするとここに空間ができて、はい、世界観が出て雰囲気が出ます。で根っこをちょっと入れ込むような形で針金を通していきます。これで針金と鉢が固定できるという状況になります。もったいなかったかな、この鉢もったいないと思う、ね、もっといい木を入れた方がね。で余った針金は切って近くに行けます。そしたら、今度は少しやっぱり粗い土を入れながら、うん、あとはもう細かい土を入れていきます。これは割り箸で、はい、根っこの間に土を入れているという状況ですね。根の間に土を入れている。そうすることによって空気の層がなくなって、うん、まあ、根詰まりっていうのをしにくくなります、うん、意外と入っていくんです。でさっきどの場所のどの辺の根っこが少なかったかなとか切ったなとかって考えながらやってあげるといいですね。でちょっと上に飛び出したやつは切っちゃいます。今日貼ってきます。今日貼ります。ちょっと高さを抑えるために下の方の泥は取って、ポケは種類を変えて貼った方がいいなんてね言いますよね。すごい人によるんですよ、それって。それも好み、好みなんですよ、うん、ピタッて一緒のやつがいいっていう人もいれば
変えた方がいいっていう人もいて、その変える度合いも人によって違うんですよ。僕はちょっと違うぐらいがいいかなと思うんですけど、なんか細かいルールはないってことですね、うん、極端に違うやつが一緒に入るってあんまないと思うんですよ、うん、自然界では。で2種類とかぐらいがいいんじゃないかってね。盆栽Qストアで通販もやってます。詳しくは概要欄をご確認ください。こちらで完成。はい、ポイントとしましては、ポイント若干大きい鉢に入ってしまったんですけど、うん、この時期でもこういう植え替えであれば全然問題ないですし、あとはこの心拍のこの先というか剪定の仕方っていうのをこの動画でできたので、はい、まあ、今から、まあ、本当に春の芽出しまでにやってあげた方が本来はいい作業なんですね。このハスカシとか、あの春先夏場にかけてだいたい蒸れてきちゃうので、うん、その前にやってあげるといい作業ですから、こういう芽摘みと剪定とこういうハスカシをやってあげると心拍も元気になって形がうまくできますっていうことですかね。はい、はい、ちょっと1本2本針金かけましたけど、全部かけてあげる方が本当は綺麗なんですけど、うん、まあ、これでも形にはなってんじゃないかなと思います。はい、本当の初心者第一歩って感じのやつですね。そうですね、もう本当素材を盆栽にするっていう感じのやつ、はい、まあ、ある程度もうできている素材なんですけど、逆に言うと幹の動きが、はい、素材一つでこんな簡単な作業でもかっこいい木ができるんだぞっていう意味でもそういう動画になったかなと思います。ということで、はい、今年も金沢に行かせていただきます。しっかり盆栽Q、大宮盆栽を PR していって、現地でしか会えない方々と触れ合って盆栽の輪を広げていきたいとも思いますので、今年もよろしくお願いいたします。この動画がよろしいと思った方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。はい、Please subscribe and thumbs up. Bye. ありがとうございます。これノーカットでいきたいね。はい、ありがとうございます。はい。先日ですね、毎年さいたま市の方で行われている優秀技能者表彰っていうのがありまして、でそこで令和5年度新しくですね、青年技能者表彰っていうのが追加されまして、一番上の技能功労者賞っていうのに、不要園さんの坂本さんが選ばれまして、そこは30年以上の60歳以上だったかな、うん、この同一業種について貢献したということで、表彰を受けるんですけど、私は、新しく新設された青年技能者表彰なので、5年以上同一で同一種に従事した39歳以下とかだったかなの枠で清水市長から表彰を受けまして、うん、はい、すごいありがたい表彰を受けました。それが何なのかよく分かってないけど、はい、私も分かってないただ要はその業種に対して貢献したってことを称える賞みたいなことね、はいはい、で逆に言うと青年ということはその先も職種を伝えてったりとか、うん、そういうのに貢献してよっていうような、意味合いだと思いますので、はい、これからも頑張って盆栽を、大宮盆栽ですね、を広めていって、やっぱり埼玉市に貢献できるような人間になっていきたいなと思います。はい、というご報告でした。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかもらえるんですか。立ってもらいました。立って、はい、やった。表彰として立ってもらいました。よかった、はい。